えー、予実管理の目的と、まあ、必要性っていうところですけれども、あの、本文ではですね、あの必要性っていう書き方したんですけど、まあまあ、一応その目的っていう意味も同じようなものなので、えー、解説するとですね、あの、5つありますというところでした。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと要約になりますけれども、えっ、ー、と、5つの内容っていうのが、えー、まず1点目、中期経営計画の実現保障っていうふうに書いてあって、えっ、ー、と、で、なぜ保障かっていうと、 予算と実績が、乖離が起きたときに、その内容を、ですよ、ね、く、えー、期いいです、ね、1年目に、えー、と予実差が出たんであれば、次の期にですね生かす、えー、ことで、えーまあ、その乖離をですね縮める機能というか、あの自律的に、えー、縮めるということが引いては、えー、計画を達成するために、えー、と予実管理っていうのが、まあ、必要ですよとか、やる目的ですよというふうなところが書いてあったというところです。 あのまあ、引用をまとめているので、えーまあ、詳しくはです、ね、こちらのテキストを見ていただけると思うんですけどあの機会があればですね。で、2点目、えーと、業績の向上が予実管理を行う目的ですよっていうふうに書いてます。で、えー、なんで業績が向上するかっていうと、えー、予算と実績の差異を分析することで改善策を考えるっていう、まあ、これがですね えーまあ、改善できれば目標を達成することに行動がつながるので、まあ、強いては業績向上に、えー、するために、ですね業績向上するために、予実管理をするっていうのが、まあ、目的だったり必要性だというところになっています。<laughs> はい、で3つ目、えー、予実管理のまあ目的ですけれども、えー、と業績評価です、ね、に、えーまあ、関わるためというか。 業績管理に評価に生かす。ですね各事業部門の責任とか功績を明らかにすることで、業績評価の参考資料にするっていうふうに本では書かれておりました。<laughs> はい、では、えーまあで、4つ目ですね。次、えー、期予算への活用っていうことで、えっ、ー、と、予実分析ですね。再分析で、えー、課題を明らかにすることによって、予期の数字に まあ合理性を持たせる。その達成しなかったのが何か。ということは、達成するためにはこれをしなきゃいけないっていう形で、えー、まあ例えばですけど、前年の例えば150%とか、あの毎年行ってる企業であれば合理的かもしれないですけども、あの、まあ今までのリソースだとなかなか厳しいよねっていうところですね、があれば、じゃあその、まあ例えばですけども、本当に達しなかったら何をすれば達成するのかとかですね、達成しなかった原因はっていうふうにすることで、次の予算に生かせるっていうところが、 実管理をする目的の4点目として挙げられております。